2024年6月9日日曜日東京国立代々木競技場第一体育館にて開催中のヨギボープレゼンツライジン47にて7月28日日曜日埼玉スーパーアリーナヨギボープレゼンツ超ライジン3の追加対戦カードが発表された榊原 CEO の予告通りぶったまげる発表として プロボクシング世界6階級制覇のマニーパッキャオフィリピン VS ライジンフェザー級王者鈴木千尋クロスポイント吉祥寺のライジンスタンディングバウト特別ルールボクシングマッチ3分 3R68.0kg が決定パッキャオはプロボクシングのレジェンドでフライ級スーパーバンタム級スーパーフェザー級ライト級ウェルター級スーパーウェルター級の6階級制覇を成し遂げた 戦績は62勝、39KO、8敗に分け、2020年8月に42歳で現役を引退したが、2022年12月には韓国のユーチューバーとエキシビションマッチを行って判定勝ちしている。2022年大みそかに来陣に来日し、リング上から近い将来来陣に参戦することを表明していた。 鈴木は、ライジンで5連勝後の2023年6月にクレベル小池が持つフェザー級王座に挑戦も、1R に腕十字を極められタップアウト、しかし、400グラム体重超過したクレベルが王座剥奪の上、試合はノーコンテストに。続く2023年7月の、超ライジン2で現ベラトールフェザー級王者のパトリシオ・ピット・ブル、ブラジル、と70キログラム契約で緊急対戦し、 1R に右フックで KO 勝ち大金星を挙げると11月のライジンアゼルバイジャン大会でブガール・ケラモフを 1R1 分18秒 TKO に破り王座についた2024年4月には金原正則に 1R4 分20秒 TKO 勝ちで初防衛に成功した6月23日にはノックアウト でゴミリと今回と同じボクシングマッチで対戦することが決まっている。リングに登場した鈴木は、リスペクトを持って 1R で KO しますとパッキャオを目の前にして宣言。笑顔を見せるパッキャオは、ついにこの舞台で戦うことが決まりました。7月の試合はぜひご来場いただき素晴らしい戦いを見ていただきたいです。ベストを尽くしてこの選手にボクシングを教えたい。 ボクシングは思っているほど簡単ではないですとボクシングを教えてやると言い放った。